玉ねぎ1個で痩せるダイエットレシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜ玉ねぎ1個で痩せることができるのかっていうこのレシピなんですけれども、その痩せるポイントについてお伝えしていきますね。まず1つ目です。あなたの腸内環境が整うからなんです。もしあなたがダイエットをね成功させたい、そしてその成功した暁にはそれをキープしていきたいということであれば、何をすればよいのか、どんなことを続ければよいのか、もうそれは腸内環境を整える食べ物をその召し上がっていくことなんですよね。これすっごく大事なんです。なぜかというと腸内環境が整っている方というのは痩せ体質なんですよ。過去の私もそうなんですけども、過去私はですね、今よりもプラス10キロも太っていて、もう体調も悪くて、もう肌の調子も最高に悪い日々をね、過ごしていた時期があったわけですよ。でその時は私は腸内環境がもう本当に悪かったんですよね。もうボロボロだったわけです。そんな状態であればもう何をしても痩せることもできませんし、そもそもお体も壊してしまいますし、もういろんな不調が出るわけですよ。いらっしゃいます、私がお世話している方たちの中にも腸内環境が悪いがためにですね、もう年々太ってしまったり、もう先生もう腰が痛いです、膝が痛いですとか、もう頭痛が、もう薬がやめられませんとか、もうとにかく悪いんですよ。ただそんな方がどうなっていかれると思いますか？私がこの腸活を通じて、いろんなサポートを、お世話するんですけども、もう皆さんですね、先生薬がいらなくなったとかね、ほんと嬉しいご報告たくさんいただくんですよね。それぐらいとにかく腸内環境が整ってきれいになれば、もういろんな病気も改善しますし、もう自然と皆さん痩せていきますし、もうとにかく美味しくね召し上がっていただいているんですよね。もう本当嬉しいです。ですからもしあなたが、ああもうなんでこんな甘いものがねやめられない、止まらないとか、なんでこんな脂っこいもの悪いって分かってるのに、ああ天丼ペロッと食べちゃったとか、なんかねそんなことの繰り返しだったり、一時期やめたとしてもまた食べたくなったり、そのような状態であるようであれば、あなたが悪いんじゃないんですよ。大丈夫ですからね。私もそうでした。よくわかります。何が悪いってね、あなたの腸内環境が悪いだけなんですよ。ですからそこを整えていきましょうねってお話を、私はこのチャンネルを通じて毎回お伝えしているわけです。なので腸内環境が整う玉ねぎのレシピだからなんですよね。で次です。脂肪の代謝を促進してくれますということで、もうこれは大事ですよね。やはり溜め込んだ脂肪、もちろん入る脂肪をやっぱどんどん代謝を上げて、その燃やしていくお体にやっぱなっていく必要があるわけですよね。その時に大活躍するレシピになっています。3つ目、デトックスです。これもね大事なんですよ。いくらいいものを入れたからといってね痩せれるかって、そこはね順番があるんですよ。まずは溜め込んだ余計なものを大掃除です。断捨離ですよね。もうこれができていないと、いくらいいものを入れたところで吸収できませんですよね。だって汚れたぎゅうぎゅうの部屋にいいものをどうやって置くんですか、どうやって飾るんですかっていうことですよ。お部屋と一緒で、腸内もお部屋と一緒と思ってくださいね。あなたのお体の中がやっぱり綺麗だからこそ良いものが入るわけですよね。悪いものがずっと溜め込んでいるまんまだと、いいものは吸収できません、消化吸収できませんから、まずはデトックス、大掃除することが大事なんですよってこと。そのために必要なものを今からお伝えしていきたいと思います。では2つ目の項目に移っていきましょうね。何をということで、今回は玉ねぎを使ったダイエットレシピになるので、ベースの材料はやっぱり玉ねぎになるんですよね。あなたはいかがですか？玉ねぎどのように召し上がっていらっしゃいますか？玉ねぎというのは
あなたの脂肪を燃焼してくれる効果が大きいんです。そしてまた太るもと糖質を取った時に血糖値が急上昇する、その時に脂肪が一気に溜め込むっていうのを玉ねぎの効果を使うとギューッとそこを抑えることができますから、その血糖値の急上昇をまあ抑えることができる。そして先ほど冒頭でお伝えした通り、腸内環境を整える食材になるんですよね。玉ねぎっていうのはあのオリゴ糖がね、実はたくさん含まれているんです。でこのオリゴ糖というのがあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがもう大好きな、わーいってね喜ぶ大好物の餌なんですよね。ですからもちろん食物繊維も餌になるんですけれども、こういったオリゴ糖を取ってあげることでさらにその痩せ効果をアップさせることができます。そしてその結果代謝が上がる、またコレステロールの値も数値もこう抑えてくれる効果もありますし、まあ、なんといってもまあ血液サラサラ成分ですよね。玉ねぎを召し上がると血液がサラサラになる、結果血行が良くなる、結果代謝が上がるというもういいこといっぱいになるわけですよね。そしてむくみの改善にもあの大活躍してくれるのがこの玉ねぎなんですよ。だってむくんだままだったら嫌じゃないですか。もう見た目がね、やはりあのむくんでしまうとこうすっきりとした印象に見られませんから嫌ですよね。ですから体重も落ちるんだけれども、それと同時進行でむくみの改善もしたいという方には玉ねぎ本当におすすめなんですよ。そしてまだまだあります。痩せる食材のその持つ効果なんですけれども、オリーブオイルも今回使います。もうオリーブオイルってもう腸活のねもう代表的なオイルになりますが、こちらも必ず良質のオイルを選んでくださいね。無添加のもの、できれば有機栽培でできたその JAS マークなどがついているバージンエキストラのオリーブオイルがいいと思います。でまずオリーブオイルの効果もあなたの便秘を改善してくれる、まあ、要はお腹をすっきりお掃除ですよね。その結果腸内環境が改善されて、先ほどからもう声を大にしてお伝えしている痩せ菌を増やすことができますよということ。そしてあのお酢も使います。これはですね、あの私別動画でリンゴ酢ダイエットとかいろいろお伝えはしてるんですけども、まあ、リンゴ酢もそうですし、まあ、リンゴ酢に限らずお酢というのはダイエット効果が、ね、高いんです。まずはあのレブホルモンと呼ばれるインスリンの分泌を抑えてくれる効果もありますし、先ほどの玉ねぎと一緒ですけれども、その血糖値の急上昇も抑えてくれる。そして酢酸の働きであなたの腸がですねもうどんどん元気にもうわーいってね動き出してくれますから、こういったお酢の効果を使うのもとっても大切になってきます。はい、そして最後はこちら鰹節も使うんです。鰹節ってねもう便利で私大好きなんですけど、あなたはいかがですか？もうとにかくもうお魚のタンパク質がもうそのまま振りかけるだけで取れてしまうっていうこのもう手軽さがですねもう私大好きなんですね。もう簡単で美味しいのが大好きなので、このチャンネルを通じてあなたにも他にもいっぱいレシピお伝えしてますから、もしご必要であればこの動画ご覧いただいた後他のレシピもチェックしてみてくださいね。でこの鰹節がいいのはもうとにかく低カロリーなんですよね。もうカロリーそのものが低い、そしてなんと脂肪分もね低いんですよ。そしてなんといってもやっぱり良質なタンパク質が手軽に取れるっていうのがいいですよね。痩せるためにはタンパク質が必要なんです。もともとそのもうそもそも筋肉や臓器の材料ですしね、もう体をこう作る材料なわけです。そこが足りないといろんな機能がうまく働かないわけですから、もうとにかくタンパク質は絶対取りましょうねっていうこと。そして実は太るもと糖質量が非常に低いのがこの鰹節になりますから、安心してダイエットメニューとしてあの日々のお食事にも取り入れていただきたいなと思います。ではお待たせいたしました。いよいよどのようにということで3つ目の項目レシピをお伝えしていきます。この回では材料と作り方をお伝えしまして、その後私が実演を入れた動画をあのご準備しておりますから、ぜひ作り方ご参考にしてみてくださいね。まず材料です。腸活玉ねぎです。材料は2人分を今回ご準備しました。まず玉ねぎが2個で、今ですね新玉ねぎがこういろいろ出てますよね。もう時期的にも春新玉の季節です。もう新玉ねぎで作っていただきますと、もうさらにもう柔らかくて甘くてとっても美味しいのでおすすめです。そして料理酒、こちらも無添加にしてくださいね。あの必ず余計な添加物がこう入っていない
料理酒をご準備してください。それが大さじ1。そして先ほどからお伝えしておりますこのオリーブオイルですね、良質のものですよ。有機栽培で JAS マークが入っているようなものを選ばれますと丸です、が大さじ1。あとポン酢です、これも大さじ1で、このポン酢も気をつけないと調味料かっこアミノ酸などと書いてあるその実は化学調味料が入っている場合が多いですから、私も必ずこう原材料名チェックして無添加のいいものポン酢を選んで使っています。あなたもぜひ気をつけて使ってみてくださいね。そして鰹節が1袋、まあ、だいたいあのパックにあの個包になっている鰹節ですとだいたい1パックあたりが 1.8 から 2g 程度になっておると思いますので、まあ、だいたい目安としてはもうその1パックで十分です。で、まあ、大袋でまあガサッと入っているようであれば、まあ、ちょっと軽く1つまみぐらいね、まあ、1袋のあの量かなぐらいを目安に使ってみてください。では今から腸活玉ねぎの作り方をお話しいたします。でこのお話が終わった後に実演の動画がご準備できておりますのでそちらもチェックしてみてくださいね。まず1つ目、玉ねぎの上下を切り落としてください。2つ目、そうしましたら玉ねぎの上部を約ですね2分の1の深さまで十字に切り込みを入れます。そうしましたら3番目、耐熱ボウルに、まあ、結構大きめがいいと思います。2つ玉ねぎ入れますから、耐熱ボウルにこの玉ねぎ2つと料理酒とオリーブオイルをかけてラップをふんわりかけてください。そして600ワットの電子レンジで約5分間加熱します。では次4番目、玉ねぎが柔らかくなったなってちょっとこう確認していただきましたら別のお皿にそれぞれ盛り付けていただきます。そしてその後ポン酢と鰹節をかけたらもう完成。いかがですか？もうとっても簡単ですよ。もう切ってかけてレンチンです。もうそれだけ。もう所要時間はどうでしょうね、もうレンジの5分入れて前後見たとしてももう10分もかからないと思いますね。なのでああなんか一品欲しいとかね、もう今日ちょっと帰り遅くなったでもなんか食べたいっていう時はこの腸活玉ねぎをレンチンして作って召し上がってみてくださいね。もうとってもね美味しくっておすすめなんですよ。最後に注意ですけども、電子レンジの種類や、まあ、そのブランドのものによってはやはり加熱の加減っていろいろあると思うんですね。なのでベースは600ワットで5分とお伝えしておりますけれども、あなたのその調理器具に合わせて様子を見て確認しながら加熱をしてみてください。それではここから早速私がご準備いたしました実演の動画をご覧くださいね。いかがだったでしょうか。今回は痩せ効果の高い玉ねぎを使った腸活玉ねぎの痩せるレシピをあなたにお伝えしました。もう簡単にできてもとっても美味しいのでぜひ早速作ってみてくださいね。また、
あなたのですね、ご感想などお聞かせいただけましたらとっても嬉しいです。コメント欄であったり LINE の方までぜひご感想をお聞かせくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。